はい、皆さん久しぶりです、南国、神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタ、ドイバリスパのドイちゃんです。久しぶりですね。今ですね、スパの方にいます。最近スパの状況をですね、まあ少しずつお客さんが増えてるんですが、やっぱりお正月が終わって、お客さんもまあ今ちょっと少なくなってきました。はい、ちょっとスパの方を、見てみましょう。はい、スパの部屋はですね、見てみましょう。こんな感じです。バスタブもですね、結構でかいです。ここで2人で入るのも最高ですね。はい、あんな感じですね。向こうの方がロビーでございます。はい、ロビーです。まあ、こちらがロビーの方ですね。はい、部屋もですね、カラフルなので、映えてます。部屋の名前ですね、バリ島でやっぱ人気な場所の名前をつけてあるんですよ。こちらがレギャン、フタ、向こうの方はウブドですね。レギャンの部屋行きましょう。レギャンに行きます。はい、こんな感じでございます。はい、こちらも、まあ、大きなバスタブがつけてます。ついてます。ロッカーも一応あります。まあ、シャワーの後は、まあ、こちらでですね、メイクアップとかも できますね。まあ、だいたい部屋はこんな感じですよ。セラピストです。うちのセラピストですね。今日はまあお客さんいないということでですね、スミニャクの部屋もですね、中身は同じ感じです。
い、一応こちらも部屋です。サヌールの部屋ですね。サヌールの部屋はこんな感じです。まあほとんど、カップルルームになるんですけど、こちらがジンバランの部屋ですね。同じタイプですよ。はい、こちらの方がチャングっていう部屋、サロンですね。こちらが、まあ、クリーンバスやるとこです。はい、こちらで頭皮のマッサージとかができる場所ですね。で、まあ、一応、フットマッサージとかもこちらでやります。はい、今日もすごい暑いです。バリ島はですね、雨季なので暑いんですよ。はい、皆さん、ですね、バリ旅行来たら、今度、まあ、これから、卒業旅行の時期なんですね。卒業旅行はぜひドイバリスパに体を冷やしに来てください。まあ、詳しくはですね、メニューとかお値段は下のボタンをクリックしてください。ドイバリのウェブサイトを、ドイバリスパのウェブサイトをチェックしてみてください。まあですね、場所はですね、まあ、こんな感じなんですが、ちょっとね、ジンバランの方にあるんですよ。まあ、ジンバランにインスタ映えスパって感じの場所です。はい、皆さんということでですね、ドイバリスパは今お客さんが、まあ、ちょっと少ないんですけど、普段はですね、日本人とオーストラリア人と、まあ、ヨーロッパの方がよく来てるんですけども、最近はやっぱりもう休みの時期じゃないので、だからですね、お客さんもバリ島に来ているお客さんが、少なくなったんですよね。まあ、今度皆さんがですね、バリ島旅行来たら、スパをやりたいんだったら、ぜひドイバリスパにも、寄ってください。ですね、場所はジンバランの方になりますので、それとですね、うちらも一応無料送迎もついてますので、ぜひ、ご予約はですね、下の、ボタンを、下の概要欄ですね、チェックしてみてください。まあ、メニューもですね、詳しいメニューはやっぱウェブサイトの方に、チェックしてみてください。それでは、ですね、ドイバリスパの情報、ドイバリカチャタの情報ですね、こんな感じなんでしょう。最近はぼちぼちしてます。皆さんもですね、いつも、ドイバリカチャータとドイバリスパを、応援してくださってありがとうございます。それとですね、遅いですが、明けましておめでとうございます。バリ島でお待ちしております。